こんにちはレトスノーノです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます10月31日で個別指導の最安値キャンペーンが終了となりますあと2日で値上げとなります今年の試験での合格は難しそうだけど来年こそは絶対合格したいという方はぜひこの機会にご検討ください 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからご確認いただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます A は第三者 C の詐欺により A 所有の土地を B に売却し B は全有価質の D に売却をし移転登記もなされた その後詐欺を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合 A は D に所有権を主張できるルか×かという問題ですねこの問題考えたい方は一旦動画をストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題の内容をご確認くださいで答えは丸ですね詐欺による取り消しは取り消し前の善意無過失の第三者には対抗できません でえ本市っていうのは、第三者 C が全有価質っていう状況なんですね、問題文振り返ると、C さんが A さんを騙して、で A さんは騙されてこの土地を B さんに売っちゃったと、で B さんはその土地を D さんに転売した、D さんは詐欺の事実を知らなかったけれども、それに対して落ち度があった、有価質は落ち度があったっていう状況ですね。 で、D さんが善意無可欠であれば A さんに対して所有権主張できるんですけども今回有価欠なので D さんは A さんに対して所有権主張できないんですね逆を言えば D さんが有価欠だから A さんは D さんに対してこの土地は自分のものだっていうふうに主張できるんですよなので今回の問題文 A は D に所有権を主張できるっていうのは丸になるということなんですね でそしてこの問題なんですけども解説をそのまま覚える方いるんですねこの解説っていうのは詐欺による取り消しは取り消し前の善意無可欠の第三者には対抗できないとこのルールをそのまま丸暗記する方いるんですけれどもそれだとですねすぐ忘れちゃって実力ってつかないんですねきちんと理解することが重要なんですよで今回特別にどのように理解をするのかっていうところをお伝えいたしますまず A さんについては詐欺を受けているからかわいそうですよね また、それを落ち度なく知らずに買って、その後取り消された場合、第三者 E さんもかわいそうですよね。今回 E さんにしているのは、あの D さんっていうのはさっき善意有価質だったので、落ち度がある場合なんですよね。だから今回ちょっと別の事例で、落ち度がなくて知らない、つまり善意無価質の場合を考えています。それが E さんだったということですね。なので、ここが E さんになって、ここが善意無価質になるという事例です。 でそうすると、A と E、どちらがかわいそうかって考えるんですけども、A さんは詐欺を受けたものの、騙される側も多少悪いですよね。落ち度があるわけですよ。騙される方にも多少落ち度はあるわけですね。一方で、第三者 E さんっていうのは、善意無過失ということなので、全く落ち度なく知らない状況なんですよ。そう考えると、A さんは多少は落ち度がある。E さんは全く落ち度ない。じゃあ、どっち保護しますかって言われると、やはり、 無過失の E さんを保護するのがやっぱ妥当ですよね。だから過失なく何も知らない E さんを保護しましょうっていう風なルールにしているわけです。これをまとめると、詐欺による取り消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者、今の事例で言ったら E さんですよね、は保護されるんだ。つまり E さんは所有権を主張できるんだっていう風になるわけです。言い換えれば、この第三者 E が、 悪意もしくは有価質の場合っていうのはこの第三者 E は保護されずに A さんが保護されるよ ということになります。まあ、今回の問題文、D さんは有価質だったので、保護されません。A さんが保護されると。詐欺を受けた A さんが保護されるっていう風になるわけです。まあ、このようにやっぱり理解しながら学習すると、勉強で楽しくなりますので、ぜひですね、理解しながら学習していきましょう。で実際、個別指導ではこのように分かりやすく、また楽しくですね、理解しながら勉強できるようになってますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。で個別指導の内容については、この動画の下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちら こちららの方からご確問い2ですねえクーリングオフに関する問題ですでえクーリングオフ入る前になんですけどもまだえこの動画のチャンネル登録してない方はこの動画の下のチャンネル登録のボタンですねそちらを押していただいてチャンネル登録していただければと思いますでは問題に入ります宅建業者でない飼い主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で この契約の解除が法的要件を満たしかつ売り主 A が手付金を受領しているとき A は手付金から違約金を控除して返還することができる丸か×かという問題です今回売り主 A は宅券業者とは書いてないんですけども宅券業者 A と考えていただければと思いますで答えは×ですクーリングオフによる契約解除では違約金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね つまり、売り主 A っていうのは、宅建業者でない飼い主に対して、違約金を請求したりとか、損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。手付金をそのまま全部返さないといけないということです。で今回問題文は、手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているので、この部分が誤りだということですね。で、控除して、これの意味なんですけども、この意味、わ、えー、かりますでしょうか 控除してっていうのは差し引いてっていう意味なんですね。つまり、手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります。例えば、手付金え100万円預かって違約金額30万円だったと仮定したら問題文の内容だと、a は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていう風になるんですね。 でも、これは間違いで、医薬金これ控除することできません。医薬金請求できませんので、手付金100万円をそのまま飼い主に対して返してくださいねと、返さないといけませんよっていう内容です。で、3番、開発許可ですね。市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平米であるものについては、常に開発許可は不要である。丸か×かという問題ですね。答えは×です。 市街化調整区域は、そもそも市街化を抑制する区域、まあ、できるだけ建物を建てさせない区域ってことなんですね。でそのため、市街化調整区域については、まあ、どれだけ小さい規模であったとしても、原則開発許可必要なんですよ。できるだけ建物を建てさせないので、そんなところ開発行為されたら困るわけですよね。開発行為するってことは、結局はそこに建物を建てるということなので、開発行為をする場合っていうのは、小さい規模であったとしても、これ開発許可が原則必要になりますよという内容です。 したがって300平米の開発行為であったとしても、まあ、原則許可は必要だということですねただこれは理解が必要なんですね単に常にっていう言葉から判断してもう誤りだってするのはもう本試験の時に間違える可能性が高いです また別の引っ掛け問題であったとしてもやっぱ引っ掛か,かる可能性って出てくるんですよ。この常にっていう言葉がなかったとしてもですよ。違った言い回しとかで間違ったりする場合もありますので、ちゃんと理解する必要があります。で、その点については個別指導で解説していきます。で、開発許可が必要かどうかを問う問題が出たら、これはもうサービス問題って思ってください。この個別指導で教えている答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、これを知っていて、それを使えるようにしたら、これ必ず得点できるんですよ。 なので、この点を理解していただければと思います。で、えー、個別指導値上げまであと2日です、えー。分割払いの分割回数を増やして支払いやすい内容となっております。えー、個別指導の詳細は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。レトスの小野でした。